日のみなくちグリーンバイパス滋賀県高架市みなくち町、水口日のみなくち有料道路は、起点を滋賀県加茂郡日の町北、終点を高賀市みなくち町水口とするかつての有料道路である。国道307号のバイパスであり、日のみなくちグリーンバイパスの愛称がある。1980年10月5日に開通し、2010年10月5日に無料開放された。 滋賀県道路公社が管理する国道307号のバイパスとして1980年10月5日に開通した。原道を経由するの比べて11分短縮する効果が見られたほか、水口町での大型車通行規制の解消が効果として現れた。2001年度実績の利用が計画の約40%に止まるなど利用が低迷し、 その後も減少傾向が続いたことから建設時の債務を全額召喚することが困難となり2005年には料金徴収期間が満了する2010年度の時点で建設費の債務のうち約11億円が残る見込みとされたそのため2006年3月に滋賀県の包括外部監査人公認会計士が早期無料化が妥当との監査結果を報告したが 結局無料化は2010年10月5日となった。管理は大見鉄道に委託されている。歩行者、自転車無料料金徴収時間は5時から22時で、先以外の時間帯は無料開放していた。ありがとうございます。